僕は三沢純、小学4年生。今日、僕は自転車レースをしている。惜しい惜しい。ものすごい速度で加速したまま、僕は最終コーナーに突入した。負けるか。ひろまさくんに勝負しないやつは負け犬と言われたんだ。本当は乗り気じゃなかったけど、負け犬と言われるわけにはいかない。それで仕方なく、どっちが早いか勝負することになった。わー、僕は負けず嫌いだった。だから必死にひろまさくんに食らいついたんだ。だけど次の瞬間、あれ？え？僕は車体をひろまさくんに蹴られ、そしてバランスを崩して投げ出されてしまったんだ。そこからは全てがスローモーションのように見えた。ひどい。なんでこんなこと。かなり加速した状態で吹き飛ばされたんだ。きっとその衝撃は凄まじいものだろう。これ骨とか折れるんじゃ。ゆっくりと流れていく景色の中で、憎らしいひろまさくんの笑顔が見えた。そして、僕は地面に顔面から落ちて、その勢いは止まらず、その状態のまま硬いアスファルト上を数メートル横滑りしていった。そして、おい君、大丈夫か。じゃーん。めちゃくちゃ痛かったけれど、僕はなんとか意識を保っていた。幸い命に別状はなさそうだった。だけど、なんだよその顔は。え、僕は自転車で派手に転んだ結果、なんと前歯が全部折れてしまったんだ。これは大怪我じゃないか。すぐに病院に。いいんです。え、通りすがりに心配してくれた男の人が僕を病院に連れて行こうとしたけど、僕はきっぱり断った。病院はいいんです。そうは言っても。ただそれには理由があるんだ。いい？ジュン、怪我だけは絶対しちゃダメよ。ママと約束してちょうだい。貧乏で病院に行くお金がない家庭で育った僕は、日頃からママにそう固く申し付けられていた。わかったよ。だから僕のママは、僕が少しすりむいただけでもめちゃくちゃ怒り出すんだ。絆創膏だってお金がかかるんだからね。今回は軽い怪我だからよかったけど、ごめんなさい。僕のパパは小さい頃に病気で亡くなってしまったそうだ。それからママは女手一つで育ててくれたんだけど、ママも病気がちで定職に就くことができず、内職で生計を立てていた。お金がなくて保険料を払うこともできなかったから、健康保険にも加入していない。だから万が一怪我でもしたら、治療費は全額自己負担。貧乏なのにとんでもない額の治療費を請求される可能性だってあるんだ。そうなったらきっと終わりだ。だからママは僕が怪我をしたり病気をしたりすることにすごく神経質になっているんだ。じゃあ気をつけて帰るんだぞ。はーい。男の人はせめてこれをとハンカチを僕にくれた。うわー、やばいよこんなの。公園のトイレで改めて見た僕の口の中は、見れば見るほどとてもひどい状態で。大丈夫だって、そんなもん歯医者に行けばすぐ治るからさ。そんな気を落とすなよ。うん、合わせるよ。だけど僕にはその歯医者に行くお金がないんだ。でもそんなこと友達には言えず。じゃあまた明日な。一応全部の歯は持ち帰ってきたけど、ママにバレたら怒られるよね。だから僕は自転車レースで前歯が全部折れたことをママに内緒にすることにした。そして数十分後、僕は家に帰ってきたんだけど、ファファイファー、おかえりって。え、どうしたのよその顔面。やはりママに驚かれてしまった。歯のことは隠し通さなければと思ったけど、いやー、ちょっと失礼する、殺しやすい。何？なんて言ったのよ。あなた滑舌まで悪くなってるじゃない。どういうこと？ママはすぐに僕の異変に気づいたんだ。いやー、大丈夫大丈夫。僕はうまくごまかしているつもりだったけど、内心ドキドキだった。だけど歯のことだけは絶対にバレるわけにはいかなかった。歯が全部折れただなんて言ったら、きっと莫大な治療費がかかる。そしたらママは鬼のように怒り出すだろうから、それくらい軟膏塗っておけばすぐに治るよ。そして僕はそそくさとリビングを後にしたのだった。あ、ちょっとジュン。どうしよう。僕はポッキリと折れた歯を見ながら途方に暮れるしかなかった。このままじゃ
ママにバレるのも時間の問題だろう。このままじゃいけないよね。それから1日経ったのだけど、僕はママに前歯が全部折れたことを隠して生活を送らなければいけなかった。ジュン、ご飯ができたわよ。今日は奮発してあんたの好きなエビフライにしたんだから。なんでこんな日に限って。私は拭いてないからいいや。口を開けるとすぐにバレるからご飯も食べられないし、本当はペコペコなんだけど、トイレに行くときだって、ん？ママとすれ違うときは口元を隠さなきゃいけない。そしてその夜、ジュン、ちゃんと歯を磨いてから寝なさいよ。いや、今日はやめてほぶよ。ダメよ、ちゃんと磨きなさい。虫歯になったらどうするのよ。歯医者になんて通えないのよ。そして僕はママの監視のもと洗面所で必死に歯を磨くことになった。でも実際は口の前で腕を左右に動かすだけだ。だって磨くべき前歯がないんだから。ダメだ、こんなのいつかバレちゃうよ。そして僕はその夜、ママが寝静まった後で、僕はこっそり瞬間接着剤で折れた歯を修復することにした。こんな生活は続けられない。自分でやるしかないんだ。僕は拾ってきた歯のパーツを慎重に取り付けることにしたんだ。ここはこの形がぴったりだから。ああ、ちょっとずれちゃったよ。この作業は思いのほか難しくて、まるでパズルでもやっているみたいだった。よし、それじゃあ次はここの角がうまくはまりそうだから。そんな風にして2時間が経ち、できた。僕はやり遂げたんだ。完璧に治ったぞ。これなら怒られないや。僕は自力で歯を治すことに成功したのだった。そして翌朝、おはよう、ママ見てよ。おはよう、ジュン、どうしたの？僕は歯が治ったことが嬉しくて朝一番でママに報告したんだ。すると、実は昨日自転車で転んじゃって歯が折れちゃったんだ。だけど自分で治せたんだよ。これで病院行かなくても大丈夫だね。何よそれ、ガタガタじゃない。前歯がガタガタじゃないのよ。そうかな。でも大丈夫だよ。だから言ったじゃないの、ママ。だから言ったじゃないの。どうするのよ。前歯を全部直すなんてすっごくお金がかかるのよ。っていうか、なんでそんなことに。自転車レースをしたんだ。自転車レース？またそんな危ないことをして、そんなもののせいでお金が。ママ、でも接着剤で。あんたの学費は？電気ガス、光熱費に家賃は？食費は？生活は？生活はどうするのよ。ママは怒るどころか泣き出してしまったんだ。ママ。そしてその日、ママと喧嘩別れして学校に登校した僕だったけど、ママにはなんだか申し訳ないことしちゃったな。よし、おはようじゃん。あ、おは、早速みんなにも僕の歯がバレてしまったんだ。その歯どうなってんだよ。え、ガタガタすぎんだろ。お腹が僕をこうした張本人であるひろまさくんが僕を笑い者にしてきて、元はといえば君が悪いんじゃないか。僕はついにブチ切れてしまった。君が僕を笑うな。やめ。ひろまさくんがあの時僕を押さなければこんなことにはならなかったんだから。そしてその後、僕たちは騒ぎを起こした罰として親を呼ばれることになったんだ。はいはい、すみません。ごめんね、ママ。歯の件に続き喧嘩騒ぎまで。最近僕はママを困らせてばっかりだ。きっと怒ってるよね。だけど次の瞬間、え、ごめんねジュン。ママは僕を抱きしめてきたのだ。ママね、あの後反省したの。きっとジュンには今までたくさん我慢させていたのよね。ママ、私たちが貧乏なばかりに。行きましょう、歯医者。でもお金は？私にとって一番大事なのはお金じゃなくあなたよ、ジュン。
あなたにお金を使わないでどこに使うのよ。ママ。そしてその後、ママと一緒に歯医者に行ったけど、費用は締めて200万円ほどかかるらしいことが分かった。僕はあまりの金額に気を失いそうになってしまった。これから生活はどうするの？どうにかなるわよ。そういうママの体は小刻みに震えていたんだ。200万なんて大金。やっぱりママは無理しているに違いなかったんだ。僕が余計なことをしなければ。僕は申し訳ない気持ちでいっぱいだった。だけど、その日、家に帰るとインターホンが鳴った。はい。ドアを開けると、そこにはひろまさくんと、ひろまさくんのパパが立っていたんだ。ひろまさくんじゃないか。すると、うちのバカ息子がすみませんでした。ひろまさくんのお父さんは頭を下げた。ほら、お前も謝れ。ごめんなさい。どうやら、学校に親を呼ばれた時、友達がひろまさくんのパパに言ってくれたそうだ。チャリンコに乗っている時にこいつが押したんだ。そのせいでジュンの前歯が折れたんだよ。言うんじゃねえよ。お前らも見たよな。そして事情を知ったひろまさくんパパは僕の治療費を出してくれることになったんだ。本当ですか？ああ、もちろんだ。本当にすまなかった。奥さんも申し訳ありませんでした。いえ、こちらこそ。その代わり、こいつは一生小遣いはなしだ。その様子からひろまさくんは家で相当絞られたようだ。ごめんなジュン。もう大丈夫だよ。そして僕は歯医者さんに通うことになり、半年後には元通りの歯を手に入れたんだ。いいジュン、もう絶対に危ない真似をしたらダメよ。ママはお金じゃなくてあなたのことが心配で言っているんだからね。分かったよママ。もうママに迷惑をかけないようにおとなしく生活をしようと思う。あの子、歯が治ったのか。